どうもこんにちは、証券会社出身トレーダーの和樹です。本日のテーマは EA の社に勝ってぶっちゃけどうなのということで、久々の検証動画です。さて、これまでもこのチャンネルでは比較的新しく設立された FX 証券会社や EA の検証動画をアップしてきました。前回までの動画の URL は概要欄に貼っておきますので、気になる方はぜひご視聴いただきたいのですが、まあいわゆるポンジに代表されるような詐欺案件が FX 界隈では非常に多い。僕のように投資の世界に長く身を置く立場からすると、なぜそんなのに引っかかるのと思うような単純な詐欺手法であってもですね、入金したものの出金できません、業者に連絡もつきませんみたいな FX 初心者さんから相談メールがまあよく僕のところに送られてきます。月にすると数は多くないですが、ただ毎月安定的に送られてくるので、それだけ FX で詐欺被害に遭ってる人っているんだなって実感する今日この頃なんですが、僕のチャンネルをご覧になっている皆さんには当然そのような被害に遭ってほしくない。信用のおける証券会社や EA で安定した資産運用を行っていただきたいので、このような検証動画を撮っているわけなんです。で、今回取り上げるのはシャニカなんですが、これは証券会社の名前ではなくて自動売買ツールの名前ですね。このシャニカは今まで取り上げてきた EA に比べても断然新しい。新しいというのは画期的で革新的で素晴らしいということではなくて、最近出回り始めたという意味ですね。口座開設を促すランディングページの立ち上げが2023年3月3日ということで、まだ1ヶ月強ですか。生まれたてですよね。なのでとにかく情報量が少ない。これは安全な EA なのか、それとも詐欺まがいのツールなのか、利用者の口コミ情報が少ないということ、これが1点。そして重要なのは次の1点、それは口座開設を促すサイトの作成者が、つまりシャニカを運営している証券会社がですね、投資家から信頼を得るために本来であれば開示すべき情報を開示していないがゆえに情報が少ないんですね。名の通った FX 会社のホームページを見てもらったらわかるんですが、普通はホームページのフッター部分に金融庁の登録番号とか本社の所在地ぐらいは最低限記載されているもんですよ。しかしシャニカは法人に関する記載が一切ないんですね。なのでこういう点は、仮に皆さんが出資する立場だとしてですよ、信頼に値するんですかということですよね。まあまあとは言ってもですよ、まだ新しく設立されたばかりですので、実際はわからないことが多いですよね。本当は有料なツールかもしれませんしね。ですので今回僕は疑いの目で見るのではなくて、知り得た情報を限りなく客観的に精査して、シャニカは信頼できるのか、動画を通じて皆さんと検証してみたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。それでは行ってみましょう。冒頭にも話しましたが、シャニカは EA、 つまり自動売買ツールの名称ですね。運営している企業名ですが、これは不明です。もしかしたらツールと同じく社名もシャニカなのかもしれませんね。で、シャニカのホームページには4月15日現在、特別な事情により期間限定で無料版を配布していますとありますね。ということは、普段はお金を払って有料のシステムを購入する必要があるみたいですね。けれど今は特別無料ということらしいですね。初期費用はなし、投資知識もいらない。その他ホームページに書かれていることは開発者のプロフィールだけですね。その他企業情報などは一切記載なし、企業の〇〇株式会社みたいな正式名称すら載せていない。かなりシンプルなサイトですよね。で、口座開設の勧誘方法は何かというと、これは LINE ですね。シャニカを利用したいのであれば、まずは LINE を友達追加する必要があります。するとシャニカの運営側からメッセージが届いて、使用方法などの説明を受けます。口座開設が済んだら、あとは自動売買なので、あなたの資産は勝手に増えていきますよということですね。ここまでがシャニカのホームページから読み取れる全てですね。最初にも話しましたが、企業情報が乏しすぎますよね。もちろん信用できるできないの価値基準は人それぞれ違うのですが、少なくとも特定商取引法に基づく表記や金融庁のライセンス番号の記載は欠かせないですよね。これがないのであれば法律を遵守していない企業と判断されても仕方ないですよね。大金を預ける立場からすると、これは信用できないですよね。あと気になることは、韓国企業のサーバーを利用してサイト運営してるみたいなんですね。韓国の IP アドレスなんかは別に誰でも取ろうと思えば取れるんですが、 IP ロケーションも全て韓国になっているんですよね。日本語サイトで運営しているのになんでって単純に疑問に思っちゃいますよね。
このあたりのサイト情報を総合的に判断するとちょっとどうかなって正直思ってしまいますよね。皆さんはどう感じられますか？次にシャニカはこんなに素晴らしいと宣伝しているサイトをいくつか見つけたので、こちらの内容について検証してみたいと思います。シャニカ FX 評判で Google 検索していただくと、僕が見たサイトがいくつか出てくるので、ここであえて名前は出しませんが、覗いてみるとまあよく見るパターンですよね。 MT4 の取引画面のスクショが貼られていて、数百万円の含み益ですみたいな。なのでこれはポンジを働く詐欺会社の常套手段ですよね。仮にこの取引結果が本当だとしてもですよ、結局これまで扱ってきたポンジ案件っていうのもシャニカと全く同じ手法だったわけじゃないですか。そのことを考えるとちょっと手を出さない方が無難なんじゃないかなと僕は思っちゃいますけどね。あとは某有名掲示板に寄せられたシャニカの情報を見てみましょうか。〇〇さん、 LINE を登録するとまず1、業者に全て任せる、2、自分でやるを選択させられます。2を選ぶと次に高価な VPS を自分で契約するように言われます。これをクリアすると48スレッドのサーバー級 PC があるかどうかを聞かれます。普通の自宅にはありませんよね。用意できなければ1を選択することもできると言われます。しかしこれも準備できると回答すると音信不通になりました。〇〇さん、 FX ソフトを購入しようとしても先方の指定の FX 業者でしかソフトを買えないと言われます。そしてそこに運用資金の入金を促されます。そしてその入金先の業者はセーシェル諸島の業者ということになっています。ただし住所、電話番号の記載等はありません。つまりそういうことです。つまりそういうことらしいですよ。皆さんも気をつけましょう。はい、ということでですね、今回は EA のシャニカについて検証してきました。結果今回様々な手段で情報収集してみたんですが、新興業者の EA ということもあってか、実際に入金をして出金できなくなったよという詐欺機会は確認できませんでした。しかし過去に検証したポンジ案件の場合だと、実際入金してから被害が確認できるまで少なく見積もっても半年ぐらいはかかるんですよね。というのもお金を出す側もこういう実績のない会社にいきなり大金を預けたりはしないですよね。最初は少額投資で運用実績画面を見せられて、すごい利益だなと思って証券会社を信用し始めた頃で追加入金をしたら音信不通になったというのがポンジの典型的なパターンです。じゃあシャニカはポンジなのかという質問に対する僕の答えは分かりませんです。けれど一つだけ僕はシャニカに言いたいことがあります。それは証券会社として投資家から出資金を募るのであれば、最低限の情報は開示しましょうよということです。企業名や所在地さえ記載のない今の状況であるならば、僕は信頼しませんし、お金は出せません。これが今回の動画の一つの結論ですね。まあけど今年の秋頃には何か進展があるかもしれないですね。仮にシャニカがポンジ案件なら、複数の投資家からまとまったお金を集めてからでないと飛びたくても飛べないじゃないですか。数千万とか騙し取るとなるとそれなりに時間が必要ですよね。逆に有料ツールだったのであれば、その頃にはいい口コミがネットにちらほら書き込まれているのが確認できるかもしれませんね。まあなんで皆さん、僕と一緒に今年の秋を楽しみに待ちましょう。繰り返しになりますが、今の段階では到底信用できないということですね。これは毎回言ってるのですでに耳たこかもしれませんが、投資は自己責任です。皆さん必死になって稼いだお金ですから、信頼できる証券会社、安全なツールを選んでいただいて資産形成に励んでいただければいいかなと思います。人工知能を活用した FX 初心者でも毎月20万円以上の不労収入を得る手法、ここまで見てくださった皆さんには無料で公開しています。興味がある方は概要欄の下にある公式 LINE から登録して受け取ってくださいね。証券会社で培ったノウハウを詰め込んだ人工知能搭載のシステムとなっており、 FX 初心者だった生徒300名以上も成果を上げています。さらにこれら特典もプレゼントしています。いつまで公開するかわからないため、お早めに登録をしておいてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価、コメント欄へのアウトプットもお忘れなく。今日もお疲れ様でした。